魔界少女剣に捕らえられている鶴姫。魔界少女剣の神楽坂友紀の正体は大内義隆であることが判明し、大内は魔界を制し、冥界を制するため鶴姫に手を貸せと持ちかける。生命の前に末高房が現れ、生命の本心を確かめるため高房は生命に戦いを挑む。そして高房は生命の指図は受けないが五芒星軍には残ると言い残し、その場を去っていく。黒魔術軍のお市の方ラウド、ルイス・フロイス、ウジェニーにより命を奪われる一条星。真田重勇士の前に現れる名古屋三三郎。三三郎は才蔵に戦いを挑むが、才蔵は胸を抑え苦しみ出す。そこに猿飛佐助が現れ、佐助対名古屋三三郎の戦いが始まる。真田重勇士のピンチに重勇士の一人である三好正解が現れ、才蔵と佐助を救い出す。魔界衆の前に現れる魔界水軍。藤原の住友、田原の淘汰対ジライア馬頭の戦いが始まり、覚醒したジライアが魔界水軍を追い込むが、そこに里見義孝、犬塚志乃、お犬が現れ魔界水軍に加勢する。そしてお犬の正体は里見八犬士の一人犬坂家のであることが判明する。越智康成は仲間の目を盗み、魔界水軍に囚われている前田慶次の縄を解き解放する。五芒星軍は土方の助けを借り、一度は黒魔術軍を倒すことに成功するが、高山右近は冥界から久喜義高、道さん、島左近を召喚し、再び五芒星軍と黒魔術軍の激しい戦いが始まる。五芒星軍が劣勢の中、援軍に現れたのは慶次、安成、鶴姫であった。そして安成がおとりとなり、五芒星軍は撤退することに成功するのであった。